会場の上、大きな花火が上がりました。最初には紫色の雪の結晶の花火も上がっていましたね。紫の色は先ほどご紹介した Be the 15のテーマカラーです。ここからは開会式のテーマ、前向きに共に乗り越えようを表現するパフォーマンスです。子供が水切りで遊んでいるようです。女性がランタンを少女に渡します。少女は視覚に障害があるため拍手の音を頼りに運んでいきます。赤い光が広がる中現れたのは一組の家族。描かれていくのは何気ない一瞬ながらも人生に欠かすことができない一コマ一コマ。演じているのは全て一般の市民だそうです。車椅子の女性が立ち上がりました。待ち望んでいた娘との再会を表しているようです。円の中にはさまざまな色が混ざり合ってきました。この色のようにさまざまな人が分け隔てなく共に時間を過ごし喜びを共有しています。両足義足の男性が歩いてきました。男の子が駆け寄ってきます。どうやら空を飛びたいと男性に話しているようです。その声を聞きつけた人々が集まってきました。一人一人がつながって男の子を飛び立たせる翼になりました。見つかったようです。この聖火の灯ったトーチを雪の結晶の中央に刺していきます。会場からは拍手が上がり始めました。もう少し手で位置を探っています。応援の声も上がり始めました。さあどうでしょうか。聖火を灯すリー・タンさん、
陸上でこれまで4つの金メダルを獲得した方です。北京パラリンピックの聖火が灯りました。ステージには花びらが広がりました。色を少しずつ変えながら大輪の花が咲いています。小さな火なんですけれども、確かにそこに灯っていますね。はい、その雪の結晶が浮かんでいきます。囲む花の色もどこか温かみを感じますね。はい、この雪の結晶、周りには参加する選手団の名前が書かれています。今スリーアギトスの花火が上がりました。鮮やかです。笑顔のマークが上がりました。この雪の結晶が静かに浮かび上がっていきます。オリンピックの開幕を祝う花火です。北京パラリンピックには46の国や地域からおよそ570人の選手が出場します。今回ロシアパラリンピック委員会とロシアと同盟関係にあるベラルーシの選手は出場が認められませんでした。一方ウクライナからは20人の選手が出場します。